はい、梅です。こんにちは。どうも。今日は2024年の10月の下旬とある日ですね。はい、今日僕はこちら東京の表参道に来てます。はい、僕が表参道にいる。そしてこの長く伸びた髪。はい、お別れですね。また髪を切りに来ました。いい感じにやってもらいます。前回来たのは多分4月なので、なんと半年ぶりですね。6ヶ月間放置だったんですよ。すごくないですか？6ヶ月間一切何にもハサミとかですね、カットとか一切手を入れてなくって、半年間ずっとほったらかしでこの状態なんですね。まあこれやっぱ長いですよね。なんですけども、僕ね、伸ばしてたわけじゃなくって、まだ早いかな、まだいいかな、まだいいなって感じでずっと来てたら、いつの間にか半年経ってました。すごい技術ですよね、本当に。だからこれ正直ね、ロン毛好きだったらこれ切らなくてもね、ずっとこのままいけるんですよ。なんですけども、まあこの年もあるしね、あとそうすると後ろで結ぶんだよね、長いと。そうするとなんかダンサーのなんかサムさんとかね、サムみたいな感じになっちゃって、なんかサムさんみたいな人なんて言われちゃうのでなんでもさすがにもう切りますね。でももうちょっと若かったらね、多分僕このまま多分伸ばしてますね。これすごいいい感じで、まあみっともなくてうわーって感じでもないと思うんですよね。あとね、 YouTube やってるからずっとこのロン毛の状態でね、動画が残るので、だからそれもあってちょっともうさすがに切りますね。でもなんかもったいない気もするんですけども、なんかね、ちょっとでも切るかやっぱりなってことで、今予約で来ました。すごいよね、ほんと伸びてる。はい、じゃあこれから切ってきます。どんな感じにねしてもらえるのか今から楽しみです。じゃあ行ってきます。はい、美容院行ってきましたよ。いい感じにやってもらいました。いつものリアンっていうとこですね。岩瀬さん、いつもありがとうございます。もういい感じにやってくださいっていうお任せで、いい感じにやってもらいました。すごいですよね、めっちゃかっこいい。で逆振りも見せて、ちょっと待ってな。はい、逆振りもこんなんですね。すごいかっこいいよね。でこれでね、半年間、前回4月にカットしたんで半年間放置なんですよね。すごいコスパいい。だって半年間ですよ。で今回正直言いますね、これね29,000円です。29,000円、約30,000円だもんね。なんですけど半年間ほったらかしでもいいので、それ考えたら僕コスパいいと思いますね。だって下手なとこ行っちゃってさ、1ヶ月2ヶ月でやり直しってやるんだったら、じゃあ信頼できるところでさ、長期間ずっともうね、手入れ不要、メンテ不要のところにやってもらった方がいいので、リアンの岩瀬さんでしたら29,000円全然払えますね。めちゃくちゃいい感じです。すごくないですかこれ。すごいね、ほんと上手。もう一回見せるわ。もう一回反対から見せるね。はい、こんな感じです。やりました。いい感じです。いや、これで本当はね、不利の仮装したかったね、本当はね。はい、こういう感じでね、ちょっと実はディズニー関係ない動画ですけどもね、時々こういう風になんか日常のことを配信していきますんで、はい、今後もディズニーのチャンネルよろしくお願いします。じゃあね。